てきます。忘れてた。おはようございます。77日目の朝です。今日の予定は？今日は自由時間です。はい。後編はちょっと髪の毛伸びてきたんで、今からとりあえず長髪切りに行くらしいです。はい、切りたくて仕方ない。で、その後お昼は一緒に合流して食べて、うん、でまた次映画見に行きたいね。そう。お盆のオフ期間が私たちあったと思うんですけど、うん、そこでね、ちょっとお風呂カフェというところに行ってワンピースを全巻読んだんですね。うん、ワンピース熱が。そう、再熱してまして、フィルムレッドを見たくて、うん、映画館あるんで見に行きます。はい、その間私はカフェでも行こうかなっていう、もうもはや後編の自由時間っていう感じですよ。すみません。今日はそんなダラダラな一日ですが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。では美容院着いたので行ってきます。バイバイ。気をつけて待っててね。気をつけて行ってきてね。30分だから。早いね。うん、こんばんは。何してたの？ゲーム。え？ゲーム。ゲームしてんの？やってるね。切ってきたよ。いいじゃん。いいね。短め？うん、短めやね。そこでもさ、すごい刈られたほら。あ、本当だ。わさわさしてる。触っていい？わさわさ。こんな感じでーす。いいじゃん。前髪が短くなって最高やな。うん、最高。お昼ご飯食べ行こうか。そうやね。それまあさっき昼か、うん、好きやか、うん、行きましょう。はい、お待たせしました。では好きや食べまーす。ずっと吉野家の麦とろ牛丼、オクラと山芋かかってるやつ食べたいって言ってて、うん、ないからすき家で作りました。終わってたんだ、あれ夏だけなんやって。終わっちゃったね。ではいただきます。行ってきます。ワンピース楽しみな、うん、ちょっと待ってるね。しばらく楽しんできますから。こっちもじゃあショッピングしてくるわ。いってらっしゃい。気をつけてね。はい、バイバイ。合流しました。楽しかったね。各自、うん、各自特典もらいました。こんなやつもらってよかったね。うん、いい時間だったわ。忘れてた。忘れてた。もう映画の世界に没頭してた。没頭してた、うん、じゃあ、うん、今からはお風呂入って道の駅戻ってそうだね。そうじゃあじゃあ、すごい。おー、すごい、すごいな、すごい、やば。おー、すごい。いやお風呂入りまして、うん、すごい、今すごいな。何時なんやろ。6時9分です、はい、お風呂に入りまして、今日ももう惣菜で済ませようというところで、はい、福原というスーパーで買っております。はい、そこまで言わない。釧路はなんか世界三大夕日らしくて、うん、昔なんか港の方々が決めたらしい。本当に綺麗なんだよね。めっちゃ綺麗、毎日綺麗。この3日間毎日綺麗で、すごい、すげーっつって車運転しとるんですよ。うん、今日は特別。今日特別やな。このイオンとツルハドラッグあれがあれやけど、雨降っとるんよ今日も一日。そう、最近天気ずっと悪いのにね。夕日の時間だけめちゃくちゃ綺麗。綺麗で、まあ明日釧路観光で、明日も夕日晴れるから見ようと思いますが、はい、今日も見れたしね、よかったね。よかったね。じゃあ今日はこれで終わりでーす。はいよ、じゃあね。お、すごい綺麗。さよなら。